楽しんでみましょう。はい、はい、じゃあ交戦していきましょう。はい、はい、じゃあここからちょっとねアクセル開けながら登っていってみよう。ぐーっとアクセル開けながら、でちょっと外にはらみながら、はい、こう一つの円で走れるようにここ、はい、もう少し上げてみよう、スピード、はい、ちょっとアクセル戻して、そうそう、アクセル戻すと減速感がぐっとくるでしょ、はい、ぐっときます。回生ブレーキが働くんで、はい、しっかり減速できるんで、はい、じゃあぐっとアクセル上げて、はい、このぐらいスピード上がってみよう。あ、はい、いけるんですね、はい、そのまま、平気、全然平気、おー、ね、ほんとだ、はい、同じく平気に曲がったら、はい、もうちょっとスピード出していいよ、はい、うん、ぐーっとアクセル開けながらここ登って、はい、ちょっと外に膨らみながら、はい、あそこを狙っていく、はい、じゃあ次はペースアップして、ペースアップして、はいはい、さっきと走行的な走りをしていきますよ、はい、はい、早め減速、はい、インを逃さないで、そこの先までイメージしてラインを、真ん中ぐらいでいいですか、はい、はい、その辺入っていっちゃう、はい、そう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 、はい、同じくインについて、ちょっと外にはらみながら一個のラインで曲がっていくように、そうです、はい、いい感じ。ここも同じく、もうインが入っちゃっていいです、はい、ここもちょっと押さえてね、ここ滑るからです。でもこれ濡れた路面でもこうラインをすごくトレースしていくでしょ、すごく安心して走れますね、うん、みたいなこの路面でちょっとねアグレッシブに自分でこう攻めながら走りたいよって人はこのグラベルが意外といい気がしますよ。はい、こんな感じで自分で積極的にコントロールしていけるので、でもこう滑りながらでもちょっと前へ前へ行かしてくれるから面白いですよ。おー、でもこれぐらい結構車振り回して走ってもやっぱりコントロールしてくれるな。おーおー、いいですねいいですね。うん、まあ、相当、あ、なるほど、今みたいなところでふっとこうね曲げてくれるような制御が入りましたよ。あー、だからこう自分のやっぱり狙ったラインにより積極的にこう近づけてくれるのが、うん、この路面だとグラベルが合ってますね。結構攻めていける。あー、なるほどなるほど、あー、こういう動きか、うん、面白いな。